スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。紀平梨花2019国別対抗戦フリー。この悔しさが君を強くする。フィギュアスケートの世界国別対抗戦最終日は2019年4月13日福岡市のマリンメッセ福岡で行われ、女子フリーで紀平梨花関大 KFSC は 138.37 点の5位だった。合計で日本は2位、米国が優勝した。日本チームや会場の期待はこんなもんじゃなかった。演技直後のリンクで両手を顔の前に合わせた紀平は申し訳なさそうな表情を浮かべた。最終滑走の演技は冒頭のトリプルアクセル3回転半ジャンプでいきなりの転倒、波乱の幕開けとなった。コンビネーションで予定していた2本目の3回転半は自信がなかったと2回転半に落とした。立て直しに必死だったが、2連続3回転ジャンプも2本目のトーループが回転不足で転倒。 138.37 点の5位と得点を伸ばせなかった。今季ここまでの国際大会7戦のうち3月の世界選手権以外は全てトップと得意にしてきた。フリーで2度転倒の大乱調、 SP で世界最高をマークした勢いをつなげられなかった要因を SP 後に体がガチガチになり足に力が入らなかったと打ち明けた。国内の全日本選手権なども合わせてシニア1年目にして本大会がシーズン10戦目、疲労が蓄積する体のケアには人一倍気を使い、シーズン終盤は1日に3時間を費やして体をほぐすなど自己管理を怠らなかったが、最終戦のフリーで万全の状態に仕上げることができなかった。今回の反省点を踏まえてもっと強くなりたい、躍進のシーズンに満足はしていない、16歳の視線は来季を見据える。田中満。みんなの声、紀平梨花さん、今シーズンの疲労が蓄積していたとは気づきませんでした。 SP で全てを使い果たしていたとは。でも直前の6分間練習では普通に練習し、消耗するのも恐れず飛んでいたので、ものすごい強気でしたね。どれだけ疲れていてもしっくりこなければとことん練習するという強い意志があったのですね。かわいそうです。長いシーズンの疲れが一気に出たのですね。しかしもう一つ隠れた大きな要因があると思うのです。それはフリーの曲ビューティフルストームです。今まで何度も逆転の曲ともなっていたのですが、疲労が溜まっていた今回は厳しかったですね。やはり曲の音が重すぎると思います。元気な時はこの重さに耐えることができても、疲労の残る体調ではこの重い曲ではジャンプの力が出ないのでは。来シーズンは軽快な曲を採用し、軽い気持ちで4回転ジャンプも飛んでいただきたいです。それでも紀平さん前向きです。今回の結果は課題ができたということなので、来シーズンに向けてやる気が増したと言っていました。本当に強い精神力ですね。あと靴を固定したテープのグレーが変に目立ってました。もう少し目立たないか見栄えのするテープなりなんかないでしょうか。怪我のないよう鋼の体を進化させていってください。フリーを終えて紀平さんとしては残念な気持ちでいっぱいだったとお察しします。ショートが会心の演技だっただけに。しかしこの方はジャンプだけではなく所作が綺麗、器もでかいものを感じる、そして伸びしろも大きいものを持ってらっしゃる選手。将来ロシア勢を抑えてトップに君臨し続けられる力量が十分あると思う。オーラも感じられます。怪我には気をつけて、そして今のうちに悔しい歯がゆい思いを経験して、来季以降それが生きて成長されていきますように。紀平さんの素直で清々しい雰囲気も大好きです。浅田真央選手もそうだったが、決まれば得点源にはなるが、
女子にとっては 3A はもろ刃の剣かもな。現行ルールでは減点幅が大きいだけにこうなっても仕方ない。確率を上げるしかないね。それに尽きる。多分本人が意識している以上に疲労が蓄積していたのじゃないかな。体がガチガチになって自分で分かっていてもどうにもならない状態になっていたのではないでしょうか。でもこれから課題としてメンタル面でも体調面でもコントロールできるようになっていけばいいと思います。しかし試合が立て込みすぎですね。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。